ロレックス、アンティークレディースモデル、オイスターパーペチュアル、ゴレンジュビリーブレス仕様です。1969年製造、REF6619、ムーブは CAL1161 自動巻き、ハックなしです。ホワイトゴールドベゼルです。サイズ、ラグ幅は 13mm、 ケース径は約 25mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 31mm、 厚さ約 10mm のレディースサイズです。操作方法、自動巻き、スクリューリューズ、手巻きも可能です。精度、日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。特徴、ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアルレディースの自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの技術と先進性を語る傑作です。このモデルは、自動巻きの REF6619、1969年製造のアンティークモデルです。ダイヤルはシンプルなシルバーカラー。放射仕上げされた高級感のある文字盤です。インデックスはアップライトの幅広バーインデックス。バーハンドとのコンビネーションでシンプルながら視認性も良く端正なフェースです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1161、精度も良く安定した信頼性の高い機械です。ルーズはロレックスのクラウン付きリューズ、巻きやすいベーシックなリューズです。ブレスレットはロレックスの3連カシメブレス、巻き盤タイプのシンプルなブレスレットです。共に同年代を過ごした廃盤のブレスレットになります。半世紀近い年月を経過した個体になりますが、状態も良く、現在も正確に稼働していることなど、大切に扱われてきた個体だとわかります。長くご愛用いただける可愛らしい時計です。コンディション、ダイヤル、文字盤、経年変化によって薄い飴色に変化しています。目立つ傷やシミなどはありません。ケース、軽い小傷がありますが、打ち傷などはありません。アクリル風防には小傷がありますが、特に視認性には問題ありません。ブレスレット、19コマ、最大 16.5 センチ前後です。すれと軽い小傷、少し伸びがあります。
時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。